新宿涅槃牧場初の G1 馬エイヤンエイヤン。ここいいシーンなのに音質と画質がカスすぎる。エイヤン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 。それはそれとして、そのエイヤンエイヤンの同期ノブ、名前はノブ、ノブ。エイヤンエイヤンほどの結果は残せなかったが、2歳児にコースレコードを更新するなど素質は見せた。その弟ニルバノブは、粘っているニルバノブ先頭、里野ノブです。追い上げるニルバノブ、押し切ってゴール。中日新聞杯を勝利。2着のサブリミナルも同牧場の馬。 G1 馬が去った牧場の過渡期に賞金を稼ぎ、牧場経営に大いに貢献してくれた。サブリミナル押し切ってゴール。ちなみにこのサブリミナル、エイヤンエイヤンと血統的には無関係である。ノブの妹、ノブシスター。丸のセーラ、捕らえにかかる。丸のセーラ、すごい足。ノブシスター、先頭でゴール。1勝クラスを勝利。ニルバモーリス、足色は衰えない。2番手ラストドラフト。その後ニルバモーリスはアメリカジョッキークラブカップを制覇。母はエピファバーナ、ノブの判定である。重賞を勝ち、充実期を迎えたニルバノブであったが、故障発生か、下がっていきます。モズカッちゃん離れて追走。レース中に故障、検査の結果予後不良と診断された。その後はサブリミナル、ニルバモーリスともに結果を残せなかった。ニルバモーリスは6歳で引退した。サブリミナルの引退も6歳、サブリミナルの引退も6歳。ノブシスターは早期で繁殖入りし、クリエイターセカンドを種付け。面白い配合。1年後馬が生まれる。馬だ。後輩相手は引き続きクリエイターセカンド。クリエイターセカンドを種付けする理由は、面白い配合を継続できる上に、3代目は面白くて凝った配合になるため、金系として期待していたので、ボバに名前を付けたのはニルバノブ息子くらいで、あとはデフォルトネームをそのまま名付けていた。このニルバマサムネもノブシスターの産駒である。芝 1800m で初勝利。1勝クラスを勝ち上がり如月賞へ。なお1勝クラスの映像は録画ミスで撮れていない模様。ダミュライト押し切ってゴール。残念な結果に終わり、集中力に欠けるためブリンカーを着用することに。2戦使った後 NHK マイルカップへ除外されてしまった。青いステークスへ出走したものの、ビアンフェ差を広げにかかる。ビアンフェ押し切ってゴール。2桁着順。重賞はまだきついか。2勝クラスを走るニルバマサムネ。3歳以上2勝クラス。ニルバマサムネ足色は衰えない。足色は衰えない。迫ってくる。距離を伸ばしてリベンジ。芝 2000m コンディションは良。坂を上りニルバマサムネ粘っている。2番手はピンクスパイダー、続いてルタンブル。ニルバマサムネ堂々と。3勝クラス初戦は福島の 1800m。 3勝クラス芝 1800m コンディションは良。スタートしました。前頭サニーサンデー5着に終わり、2戦目、距離延長の 2000m。 コンディションは良。スタートしました。ニルバマサムネ捕らえにかかる。ニルバマサムネ懸命に追うが、里野健志郎ピリオアレグロ。ここも人気を裏切り4着。さらに距離を伸ばし 2400m。 3勝クラスニルバマサムネさらに差を広げにかかる。ニルバマサムネ先頭。ニルバマサムネ先頭でゴール。無事勝ち上がることができた。短距離のリステッド競争に挑戦。リステッドオーロカップ芝 1400m コンディションは良。次のエンデバー後続を振り切りにかかる。次のエンデバー押し切って。新宿涅槃の馬が 1,2 番人気を飛ばしました。
距離は長い方がいいのではとアリマを走るが、さらに突き放すラッキーライラック、堂々と降臨。着順は2桁。 G2 2000m ならどうか。 G2 金庫賞芝 2000m、 コンディションは良。ルージバック後続を振り切りにかかる。ルージバックこのまま押し切れるか。ルージバック押し切って降臨。ようやっとる。白毛一族雪国と共に大阪杯へ。幾度となく名勝負が行われてきたこの大阪杯、今年も名馬たちが揃いました。古馬中距離のビッグレースが間もなくスタート。スタートしました。トリオンこのまま押し切れるか。ハルアイ突き放しにかかる。ハルアイ並ばない、あっという間にかわした。 G1 で実力を発揮した。 2000m がベストではと新潟大賞典へ。大和キャムニー先頭。大和キャムニー逃げ切り。 G13 着馬、一番人気で前線するも4着止まり。距離を延長し目黒記念へ。 G2 目黒記念芝 2500m、 コンディションは不良。アノマイヤールはあっという間にかわした。アノマイヤール全くもって結果を残せず。2500は長いか。その後宝塚記念を惨敗。押し切って降臨。こいついつも出遅れとんな。距離を短縮し京成杯オータムハンデ。 1600m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。グレナディアガーズ粘る。グレナディアガーズ先頭。全く適性が見えない中での調教師の提案。過去に上位人気で飛んだ短距離路線、調教師を信じスプリンターズステークスへ。ここから先は瞬き厳禁。果たして最速の称号は誰の手に。電撃のロックハロンが今幕を開けます。スタートしました。迫るアルティマトゥーレ。ニルバマサムネ苦しい展開になった。追い上げるナインスピリット。ネロさらに差を広げにかかる。追い上げるニルバマサムネ。ニルバマサムネまとめてかわした。ニルバマサムネ差し切って降臨。勝ったのはニルバマサムネ。鞍上は武豊騎手。無冠の帝王が今栄光をつかみました。2着ネロ、3着ナインスピリット。これは世界の河合。その後は天皇賞、秋で再び 2000m に挑戦。ビッグウィーク2番手追走。2頭が激しく競り合っている。イスラモニータ並びそうだ。イスラモニータ伸びている。ハーモンドアイ差し切って降臨。惨敗。やはりスプリンターか。11月、マイルチャンピオンシップに出走と思いきや、世界の河合はジャパンカップに向けた調整をしていたので出走。スタートしました。ジェンティルドンナ迫ってくる。ジェンティルドンナ先頭。はい、せっかくなので有馬記念へ出走。秋古馬解禁。豪華絢爛、世代を超えた名馬たちによる2分半の夢舞台、有馬記念まもなく開演です。スタートしました。ウォッカ差を広げにかかる。ウォッカ押し切って降臨。勝ったのは掲示板を確保した。阪急杯へ。 G3 阪急杯。モズアスコットさらに差を広げる。モズアスコット押し切って。ここも掲示板を確保。正宗の妹信娘。信娘足が衰えない。信娘このまま押し切れるか。逃げる逃げる。信娘信娘モーメント。なかなか一勝クラスを勝てない。正宗は高松の宮記念へ。切れ味鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります。最速をかけた戦いは間もなくです。スタートしました。少しばらつきました。まず何が行きますか。11番 BB ガルダン先頭に立ちます。これに続いて9番ニルバマサムネ、4番アルビアーノ後位につけています。各馬第3コーナーをカーブしていきます。続きまして15番ラブカンプー、これを見るように内側。7番ヘッドライナー。続きまして14番レッドアリオン。1馬身相手5番ヘイティーンガール。 600m の通過タイムは34秒7。4コーナーカーブ直線コースに入ります。アルビアーノ先頭。迫るラブカンプー。わずかに先頭はアルビアーノ。ここからが勝負どころ。わずかに先頭はアルビアーノ。迫るニルバマサムネ。残り200を切った。ニルバマサムネ捉えにかかる。ニルバマサムネいい足で伸びてきた。ニルバマサムネ後続を振り切りにかかる。
シルクフォーチュン伸びる、ニルバマサムネ押し切ってゴールイン。勝ったのはニルバマサムネ、鞍上は武豊騎手。ニルバマサムネ高松の宮記念制覇です。2着アルビアーノ、3着は混戦の模様です。1200m の G1 では馬が違ったように激走。妹は3歳の時点で繁殖入りし、予定通りケープブランコと交配。政宗はマイラーズカップへ。 G2 マイラーズカップ芝外回り 1600m、 コンディションはやや重。ザングレーザーもらえにかかる、イベオン伸びる、エアスピネル。結果伴わず、 G1 しか勝てない馬かもしれないので安田記念へ。マイラーたちが挑みます。順当か波乱か、運命のレースは間もなくです。スタートしました。ウォッカ先頭に並びかける、お互い一歩も譲らない。モーリス押し切ってゴール。ここでも惨敗。実績のある 1200m CBC 賞芝 1200m、 コンディションは良。スタートしました。レッドファルクス苦しい展開になった。バンスインナムーン、ダッシャー55迫ってくる。ダッシャー55後続を振り切りにかかる。ダッシャー55。4番人気の4着、年齢的な衰えもあるか。そして骨折した。今後のことを考え引退。牧場の設備が整っていたため種牡馬入りした。新宿涅槃牧場初の自家製種牡馬が誕生。そして政宗は妹で卒業した。邪因の果てに生まれ、人の咎をその身に背負う哀れな馬は本能のままに走り暴れた。傍若無人な振る舞い、課せられた代償。